はい、えー、皆様こんばんはん、えー、今日は、えー、12月24日クリスマスイブの晩の、えー、ボギーチャンネル、えー、私主催の、えー、ボギーテレコンでございますいや今日はですね皆さんはい、えー、クリスマスイブの火曜日ということでございましてまあ朝私は早起きをしまして、えー、普天間基地大山ゲートの方に え行ってきましたはい大、えー、山ゲートの方に行ってですね思いっきりやりたい放題というんですかねまあそういった感じであのー、散々にねあの写真撮ってきたり、はい、と,とにかく楽しくいろいろやろうっていうことで今日行ったんですけど一番のやっぱり目的というのはあの皆さんもご存知のあのはいマリンアウトジーチ あのマリン・アウト・ジージーさんにね、えー、サンタの帽子を、えー、かぶせる、はい、サンタの帽子をかぶせるというとんでもないことをね、はいえー、計画をしておりまして、まあ、それをやろうということでね、あの行ってきたんですけど、なんと、現地に着くとですね、なんとなんと、マリン・アウト・ジージー さんたちが誰もいなかったという肩すかしをくらいましたはい肩すかしでございますよまあでもね相手がいなくても楽しくやるのが、えー、我々でございましてまあ、今日はこのような感じでねあの日の丸と正常記を掲げて you are a good friend とあの書いた横断、えー、幕を掲げて、えー そこを、ね、通り過ぎる、えー、アメリカ人の車、軍港要員の、ね、方々に、まあ、手を振って笑顔を送ったということでございまして、そしたらリリアちゃん、なんと、ジージーがいないって言って、すんごいひねくれていたんですよね。この日のためになんか似顔絵もね、一生懸命書いたみたいなんですけど、じいじがいない。はいまあ、ディリアちゃんにとっては あのマリンアウトジージーは本当のおじいさんのように思ってるようでございましてまあ今日のタイムスのはい記事の写真にも分からないところにしっかりと載ってるのが私笑っちゃったんですけどね今日はここに来なくて辺野古に行ったのかなまあ,あれは昨日の写真だと思うんですけどねジージーがいないそうです皆さんまあこんな感じで私たちはに今日も賑やかに楽しくはいハートクリーン プロジェクトををね開催ししてまいりまりた、まあ、私もこのような感じではいもう本当にあられもない姿でですね、えー、トナカイになっていたんですけど、まあ、こんな感じでねあの今後もやはり、えー、フレンドリーに楽しくやっていこうと思ってます、まあ、ですから来年また早いうちに、えー、マリージージにお会いしてですね改めてまたプレゼントをお渡ししたいっていうことをねあの言ってますんで あのぜひまた皆さん楽しみにししていいいたただきたいと思いますしかし今日は本当に朝っぱらから可愛い、はいサンタさん2人と、えー、意味不明な、ねあのーまあ、トドのようなトトロのようなトナカイが徘徊をしておりました本当に困ったもんでございます。映ってる犬はメイコ先輩という今日のまた飛び入り参加者でございまして。 なぜか私を見ると噛噛噛むむむんんでですすよね噛む噛むんです私のことが大好きみたいで必ず私を噛むんですよ。まあ痛いけど気持ちいいですよ。はい、ということで今日はさっぱらのねハートクリーン活動のご報告でございます。さて今夜はですねあの実はまあこの休み まあ世の中もうすぐね、ご用めなんですけど、この首里城を管轄するまあ役所の関係者の方からですね、新たに調べて分かったことっていうことで、私の方に連絡がありましたんで、あの前回、この担当者の方が言ってたこと、ちょっとあの訂正があるそうなので、今日きちんとあの話をさせていただきたいと思います、は。い トナカイというよりカモシカって言われるとなんか嬉しいですね。はい、さき店長、いつもいつもニラ束ありがとうございます。それから、はい、コードネーム、バイトリーダーさん。はい、メリークリスマスイーブということで、いやー、あの、特のニラ束ですね。はい。ごっそりといただいております。鍋、もつ鍋に入れていただきたいと思います。ラプテンさんからもニラ茶、連発できております。ありがとうございます。マグロさんからも連発でニラ。 ニラ束ですね。サメ肌ダさんからも、はい、特、えー、のニラミルクティーも来ておりました。本当に今日も皆さんからクリスマスプレゼント、次々に届いております。さて、あの <laughs>、これは、はい、えー、白神さんからはケーキ、嬉しいですよね、ケーキ。カルガモさん、トナカイというより、どでかいですかナイスだと思いますよ。テポドンって言われるずっといいかなと思ったりしますけど、あ、花吹雪も。 ラプテンさん、ありがとうございます。さて今日は休み、はい、ご用納め寸前で、はいえー、きちんと報告をしてくれた国の、えー、担当者の方から話を、ね、改めてやってみたいと思いますさて、あのーまあ、おさらいなんですけど、えー、この首里城正殿の防火体制につきましてあの煙感知センサーと火災感知センサーは 静電内に設置をされていたということは前回もお話をしたと思います。はい、で、このねあの、この煙感知センサー、火災感知センサーが異常を感知した場合には、ここからがちょっとね、前回の説明とちょっと変わってくるところなんですけど、方針門、これは首里城正殿に入る手前に方針門ってあるんですけど、 そこにあの方針、ね、門に設置されている警備室の集中管理板に異常が表示される仕組みになっていたそうです。はい、あのこれもマスコミは全く報道しないんですけどあの首里城の正殿はですね、まあ、スプリンクラーがついてないとか放水銃を国が撤去したとかそういったことばっかり マスコミは言いますけどそうじゃなくてちゃんとこういった煙感知センサー火災感知センサーっていうのは、えー、ついていたそれが異常を感知した場合にはなんとこの方針門の警備室に、ね、ある集中管理板に異常が表示される仕組みになっていたというんですね。ねはいさてこの、ね、異常が 感知、ね、されると表示される仕組みになっているとさてここがあの前回とちょっと説明が違うところでございますあの訂正させてくださいと非常にあの丁寧な、まあ、ご連絡がありました、はい、この集中管理板に異常が表示された場合警備室に常駐する警備員が消防に通報することになっていたということなんですよね。 はい、南川内の端子さん、こんなことすら沖縄のメディアは報道しないですよ。セコムがどうだこうだはやっても、独自の防火体制については何一つ言及しない。さて、この集中管理板に異常が表示された場合、警備室に常駐する警備員が消防に通報することになっていたということでございまして、はい、そして、このセンサーがね、感知。 した、はい、としても消防へ自動的に通報が行くシステムではないということがねあの調べたら分かったということで、はい、あの非常に丁寧な、まあ、説明が今日ございましたあのこれはもう訂正させてくださいと自動的に通報が行くものではなくて警備室の方に異常が表示された後に 警備員が通報するシステムでございますと誠に申し訳ございませんということではいちゃんと訂正がございましたですから皆さんあのこれぜひねまた知っておいていただきたいなというふうに思いますしかしこれねはい、えー、これこの警備室なんですけど実はこれ報道で明らかになってるんですけどこの火災発生時なんと この警備員2人は仮眠中だったということが判明してますよね、皆さん、これ。警備室で、警備員2人は仮眠中であったと。実際に外を警備しての1人だったと。当然ながら、やはり長い勤務ですから、仮眠するのは必要だと思いますけど、火災発生時、もしセンサー類がね異常をねあの感知して、 何らかのアラートを鳴らすときに2人とも眠っていたらこれどうなったんだろうというふうに私は思うんですけど2人とも寝ていたということが判明しておりますそれと今回これはマスコミでもはんあの報道されていますけどなんとね今回の火災をあの感知したのはこれ国が設置した独自の防火設備ではなかったんですなんと はい、外のね業者つまり害虫のセコムセコムの侵入者感知用の人感センサーが反応したとおかしいじゃないですか皆さんねあの火災感知センサー煙感知センサーが反応しないの人感センサーが反応したとそれも火事ですよ火事いやーねあのー、人感センサー っていうのはその名の通りいわゆる侵入者を監視するセンサーなんですけどそれが、ね、いわゆる異常を感知してるのに本来働くべき煙感知センサー火災センサーというのが全く動いていないということが分かっちゃったですよねはいそして 人感センサーが反応しますこの人感センサーが反応しますとセコムの集中管理センターの方に、はい、異常が、はい、発信されますするとセコムからえ何か起きてますよっていうことでこの首里城のね警備室の方に、ね、連絡が来ると、はい、首里城のねこの管理の方に連絡が来るそれを受けて 何が起きてるんだっていうことで静電に向かってドアを開くともうすでに煙が充満していたとあの皆さんねちょろちょろと煙が出るぐらいで煙があんな広いとこ充満するはずないですよねはいあの火災がね起きた時期ですぐ煙が充満することはありませんつまり長い時間をかけてこの どうも石鹸男、宮城さん帰ってきたんですね。どうもお帰りなさい。沖縄暑いですよ。はい、煙が充満してたということは、あのつまり何時間も前からねくすぶっていたという。これはここではないのかなと思います。そしてこの人感センサー人感センサーなんですけど、静電のね。各入り口に設置をされてたって言うんですよ。はい。 静電の各入り口、入り口がいくつかあるというんですけど、まあ、当然ながら入り口からしか入れないので、そこにつけるのは当然でございます。でもこれ、あくまでも人感センサー、機械警備ですから、ね、あの公園の方でこの機械警備を管理してるんじゃなくて、いわゆる外部委託を受けたセコムが管理をしていたということで、まあ、当然ながら、えー、この監視室、警備室では分かんない、当然ですね、これは。 あくまでもあの侵入者に関してはセコムから連絡を受けてからあの動くということになっていたということでございますしかしここでまた不可思議なことがあるセコムの人感センサーはもともと火災や煙を感知するもんではないですよね皆さんあくまでも人の出入りをね感知するやつなんですよ まあ、せいぜい性能のいいやつであの物音とかですねあと、えー、圧力例えば窓をねあの開けたとかドアをね急に開けると気圧が変わるんですけどそういったもので変わる、ね、ものをねキャッチするやつはありますはいいやこれ本当に怖いですよだってもともと火災や,や煙をね感知する ものではないセンサーが反応したこれどういうことかというと、えー、これ静電内の温度まああれだけ広いね静電内の温度が人間の体温と同じぐらいに上昇すると、えー、当日のね不知火状静電周辺の気温が22度なんですよねはい22度とすれば人間の体温が36度その36度に上がるまで ね、あの中の大きな、はい、大きな静電内の温度が36度まで上昇するということはどれほど、ね、あの熱源がないといけないのかっていうのは皆さんやっぱりなんとなくわかると思いますよあの石油ストーブ一つではねあんな広いところを36度に上げることは絶対にできないと思いますそうですよねということは 石油ストーブどころではないような熱源が生まれていたということになります。もしくは、この静電内でですね、どん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 蒸し焼けのように火災が広がり、まあ、それによって柱が倒れる、ね、そういった音が、ね、発生して、それを人感センサーがキャッチした可能性があるということでございまして。 いやーこれ、本当に信じられませんよね。そしてこれ、非常に肝心なこと、火災の際に人感センサーより煙感知センサー、火災感知センサーが反応が遅いということはまずありえません、はい、真っ先に反応するのが煙感知センサー、火災感知センサーなんですよ。 人間センサーというのはもともと火災用ではないんでそれが反応するまでつまり中の火災は放置されたということになってくるわけですよねはいさてじゃあここでねまああくまでも推測です私はあの調査に直接関わっているものではないです、えー、今ある客観的な証拠をねつなぎ合わせて、まあ、予想できることは まず、えー、静電内の煙感知センサーおよび火災感知センサーの電源が意図的に切断されていた可能性があると、はいあのーまあ、国の担当者曰く「正常に働いていれば必ず反応します」と「これはじゃあ今回反応してなかったわけですね」つっ,ったら「はい」とおっしゃってましたんで。 はいとつまり今回この国が設置したいわゆる煙感知センサーおよび火災感知センサーそしてそれを集中管理する集中監視板が動いていなかったということなんですよね。まあ、その一つのまあ可能性として意図的に電源が落とされていたと。 あのこれ防災関係者の話で停電になっても1時間以上はこのねセンサー類は動き続けるそうですはいバッテリー駆動でですねですから意図的に切ったとしか思えない可能性が出てくるんですよねはいそしてもう一つ、えー、センサーが異常を感知し 管理板に表示が出ているのにもかかわらずそこにいた警備員の方々が仮眠をしていたために全く気づかないまま火災が広がっていったと。まあ、これもあくまでも可能性ですよ皆さん可能性。センサーは正常に動いてたしかしこの 異常を表示する管理板が設置されているあの管理室、警備室ですね。そこにいる、いてね、チェックすべき警備員が眠りこけていた可能性があるということで、実際に2人とも仮眠を取ってたらしいんですよね。はい、そして、えー、もう1つ、はい、可能性、推測ではありますけど、えー、センサー類及び 集中監視板自体が故障していたと。はい、故障してた。どうでしょう、皆さん。まあ、このね、3つの中で一番可能性が低いと私はこれ、思うんですけどね。だって、普段からやっぱりチェックしてるはずですよ。ね。警備する前に必ず、あの、電源とかね、入ってるかどうかとか。 正常に作動してるかどうかというそういったいわゆる修行点検みたいなことをししまませんんかね皆さん詳しい方おられます、はい、こういったねあの警備を始める前にこういったいわゆる防火設備がきちんと動いてるかどうかっていうのを事前にいわゆる「始業点検、はい」事前にやっぱり点検をするっていうのはこれ日常点検の一部だと私思うんですけどね。 もし故障していればその時点であ故障してるっていうことですぐ何らかの対策が取られたと思うんですがそういった話は全く聞こえてこないとなると可能性としては2つさっきのところですねはい、えー、この静電内のいわゆる、えー、防火センサー、えー、煙感知センサーそしてね あの集中監視板の電源が意図的に切られていたかもしくはもしくはですねはいもしくはセンサー類は正常に作動していたしかししかしそれをねあの監視しえすぐ対策を取るべき警備員が眠り込んじゃってそれに気づかないまま 何時間も過ぎてしまったと。多分、ランプがつくだけじゃなくて、ブザーも鳴ると思うんですけどね。ブザーも。まあ、これはちょっと、あの、どうでしょう。そういった集中監視版持ってる方、おられましたら教えてほしいんですけど、ランプつくだけじゃなくて、はい。間違いなく、ブザーも鳴ると思いますよ。アラートがね。普通はアラート鳴りますよね。まあ、これ、気づかなかった。 それあるんかななんて思うんですけどねはいで結果的にセコムからの連絡を受けて、えー、警備員が正殿に駆けつけてドアを開けた時にはもうね火災はかなり進行していたもう煙が充満してたっていうことはもうかなり進行しているんですよねそしてここも大問題 扉を開いた時に今まで蒸し焼きのようにねあの徐々に徐々にねあのまるで木炭が燃えるかのようにじわじわと燃えていた静電内のこういった木材に一気に空気が入り込み火災がね拡大したんじゃないかとこれバックドラフトというそうですねはいあの消防関係の方が言うには絶対にやって ってははいいけなこことだそうですこれはバックドラフトまあ警備員ですからそこまではやっぱ知らなかったのかそれともきちんと教育はされてなかったのかわかんないんですけどもうね気づいてドアを開ける頃には火災はかなり広範囲に広がっていきそのも静電内のね空気がもう煙で充満しているもんですから蒸し焼きのようになっているところに ドアを開けてしまったために空気が一気に入り込むとどうなるか、はい、もう広がりますね。もうその時になってね、消火訓練をね、あのやっていた消防が駆けつけても消すことはしなの業だったんでしょうねというふうにね、私はあの、思っております。で、これはもう、はい、まあ、 人為的なのかそれともメカニカルトラブルなのかまだはっきりしていませんけどこれはね火災の早期発見のチャンスをミスミス逃してしまったいやこれはもうね間違いないんですよせっかくついていたそういったねあの火災を感知するシステムそれがね全く働かなかったこれがね あの機械的なトラブルなのかそれともヒューマンエラーなのかはまだはっきりしていませんがどっちにしてもこの管理者の責任っていうのは大きく問われますれでまあ結論としてははい結論としては今はもうねこの焼け跡とか燃えてる写真とかがもう戦場的に使われてもう首里城復興の募金をしなければ いけとい,いうような空気が作られていますけど私思うんですよこの首里城正殿というのは全焼に至らずボヤで消し止められた可能性が限りなく高いんですはいこれ国が設置したセンサー類が正常に働きそれをねあのー、警備室で集中管理してる監視板が それにあの表示をし、それを見て、すぐ、えー、警備員が消防に、ね、連絡をする、まあ。消防は当然ながら、はい、消防は当然ながらね、あのー、いろいろ指示は出すと思います。私たちが到着する前、ドアを開けないでくださいとか、いろいろやると思うんですよね。いや、やるでしょう、やっぱり専門ですから。はい。しかし、そういったね、あのぼやのうちに、 見つけることができずどん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 あの徐々に徐々に虫焼きのように、まあ、広がっていっちゃったとそして気づいた時にはもう対人センサーが反応してしまうぐらい広がっていてそこで慌ててドアを開けてしまったことにより、はい、バックドラフトが起きた可能性は非常に高いということでございまして。 いやーでも私はねはいこの管理をしてる役所の関係者と、まあ、じっくり話をしましたけどすごいやっぱり悔しそうでしたよはいあれだけねお金をかけて再建したものが一夜にして灰になっちゃってるんですよね、まあ、そんな中でいかにもなんか国が悪いかのような報道が沖縄ではね繰り返し繰り返し <laughs> されていましたよねそれに対して、まあ、国側のねあの関係者の方が反論をするっていうことは非常に難しいそういった中で叩かれっぱなしの中でですねこういった情報っていうのが表に出てくればはい表に出てくればですよあのー、本当のねこれ全焼の原因 全焼させなくてもぼやで止められたんじゃないかというそういった可能性が見えてくるんですよね。まあ、この火災の原因についても、あのー、今どん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 調べはついています。あのイベントのねいろんな照明とかに使っていた、えー、電源は別なところから取っていたっていうことがまあ明らかになっていますけどこの静電の中につけていたいわゆる、えー LED 照明、これがなんとあの延長コードでつながっていたと。でそれがね、首里城の正殿の中にある配電盤につながれていたんですが、この配電盤は、寺、えー、島財団が言うには9時過ぎには自動的に電源が落ちる仕組みになっていたと言っています。しかし、消防の調べでは、えー、この、えー、いわゆる LED の、ね、延長コードは、 通電状態になっ,たっていうんですよ配電盤が9時に自動的にねブレーカーが落ちる仕組みになっているのに電源がずっとつながっていたということはこれは配電盤を改造したか、はい、もしくは別などこからか電源を取っていたということになるんじゃないですかね。もしこれが火災の原因だとしたとしてもやはりそういったところには 煙感知センサー火災感知センサーがついていればもうボヤでね煙が出た瞬間にあの感知して消火器で消し止められたというふうに私はやっぱり考えているんですよねですからあの今回このような証拠がどん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 出てきていますそれと私の方で独自に今ねやっぱりこういった聞いた聞いてないのお話ではなく ちゃんとした資料を今、収集中でございますんで、まあ、マスコミが発表しないんであれば、我々がね、自分たちで調べて、どんどん発表していきますんで、えー、今後もね、あの私たちの動きをね、見ていていただきたいと思っております。はい、まあ、生臭い話、煙たい話になりましたけど、えー、今日はクリスマスイブということで、はい、あのー、 そうです、ね、カータンさん一つではなく負の連鎖で発生したような気がすると、まあ、つまりこれはっきり言えばねはいはっきり言えば低言なんですよ提言沖縄の方言で低言もういい加減すぎるあまりにもお粗末いい加減すぎますこんなのでよくも国からね管理を任せられていたなというの私は思ってますよ もう少ししっかりとね,ね国民のね決税70億円を使って再建した建物をね国からね移管されたんであればもっと大切にしてもよかったんじゃないかそれをねみんなで責任回避をしてね火事の原因もわからないそしてこういったね国がつけていた、えー、防火体制についても一言もね何の報道もしないまんま まるるで国がが悪いかのような報道が繰り返されるそしてその一方小学生のお年玉を寄付させたとか広島カープが寄付したとかそういった美談がねどん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 報道されるまるで何かを隠そうとかしてるかのような気がしてならないんですですでにこの首里城再建募金の方が10億を超えております辺野古基金が7億でした 7億でもあいつらすごいいろんなことをやってるんですよ。はい、1000万のグラスボート買ったりね、いろんなところに金使ってますよ。それをはるかに超える10億というお金が生まれた。これね、下手すると首里城、はい、首里城の利権につながるんじゃないかっていうのを私は思ってますよ。首里城、利権、はい、新たな利権がまた生まれる。藩吉利権 そして、ね、今度は首里城利権ですか、それにダ、ね、ニの,のようにやっぱり食いついて、ね、腹を膨らましての一体誰なのかというふうに、ね、私は思うんですけど本当に、ねあのー、きちんとしたやっぱり政治家を選ばないとこういったことがうやむやにされ、まあ、お仲間同士で、ね、みんなで、はいえー、煙の中に巻いてしまって県民を事実から遠ざけてしまうことが起こり得るということで。 いいいや本当にこれととんでもないと思いますよ、えー、今後ね消防の方も一生懸命今捜査してますはい消防はね決して役に立たなかったんじゃないんです一部いろいろ批判されましたけど彼らも命がけでね消火作業に当たったんですよでも発見した時にはもうかなり広がっていたんですよねだからもっと早く見つけていれば普段の消火訓練のね 効果も十分に発揮できたと思いますしかし早期発見ができなかったっていうことが一番のやっぱり問題ではないですかね。火事はあの100%防ぐことはできずとも早期発見をし早期消火をねすればぼやで済むと被害も最小限で済みます。これから年末に向けてどん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 空気も乾燥しあと はい、風の方も強くなってきます皆さんのところでもです、ね、あのそういった日の節末には十分気をつけられてです、ね、あの大切な財産そして大切な人を、ね、失うことのないよう日の元には、まあ、十分気をつけてです、ね、あの年末年始をお過ごしていただきたいと思っております。ということで今日の、はいえー「ボギーチャンネル」を終えて終了させていただきます。 あのこうやってねあの、募金の話ばっかりされてますけど、その裏で一生懸命、あの火災の,、ね、その原因究明に働いてる消防の方々、そしてどうにかね、またあの復興、復元をさせたいと思ってね、批判を受けながらも必死に歯を食いしばって頑張ってる、ね、沖縄総合事務局の方々もいますんでね、皆さん、ぜひそういった方々がいることも、ね、忘れないでいただきたいなと思います。 はい、そういった方々に目を向けさせないために募金活動が大きく報道されてるんじゃないかというふうに私は勘ぐっておりますが、えー、皆さんだけでもぜひそういった裏で一生懸命頑張ってる人たちにエールを送っていただきたいと思います。ということで、えー、今夜の放送、これにて終了します。皆さんありがとうございました。